はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。ということで、今回から2012年に突入です。ぜひスイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブ、YouTube で2日後11日21時ごろ予定しております。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。まあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンボタンプリーズ。This live archive my YouTube channel upload two days after premiere live。 旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX my account please follow and repost and good button please。 はい、ということで、1月2週ということでやっていきましょう。エビナ機種2000勝達成ということで、海鮮ダイヤパル、そう、金牌取りましたね。クラブバです。ではあとクラブ情報、募集場ということで、まだ3頭しかいません。テヘペロいますね。さあ、天のはやぶさ登場です。一番人気ダントツ 1.4 倍、父ディープインパクト、母天のロンバケ。ロンバケも強かったですからね。これはちょっと活躍楽しみです。ではダイジェストいきましょう。中山3歳新馬戦、芝 2000m、 天のはやぶさメイクデビューです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天のはやぶさ先頭です。先頭残り 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 2番手はサイドハート、後続は大きく離れました。天のはやぶさ、大丈夫ですね。強い強い天のはやぶさ、圧勝ゴールイン。2着はサイドハート、強かったです。これは桁外れの強さだ。天のはやぶさ、はい、強かった。ということで天のはやぶさしっかり勝ってくれました。ピッチ走法の馬ですね。そして、ポルクスステークス、これはクラブバー凱旋別にです。ダントツイタチミーノットが圧倒的ですね。凱旋別には3番人気ウィブガールが2番人気。先方変えられます。まあ、中山だからな、前不利だけどな。先方変えられないんだ、クラブはだから。ダイジェストいきましょう。中山オープン特別ポルクステークス、ダート 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。残り 200m、 どうでしょう。タッチミーノット、さらに足を伸ばす。2番手は凱旋別に、この足色はどうか。どうだ、かされた、先頭がタッチミーノット、タッ
チミーノット1着、2着はサイセンデツニー、3着にウッドレスダッパー、1番人気に応えましたタッチミーノット、見事です。タッチミーノットが勝ちましたね。そして、次がフェアリーステークス、天野アリエッティが出走いたします。天野アリエッティは4番人気か、ストレートガール、あージョアド、ジョアドビービルか。この馬がダントツですね。さあ先方変えられます。前へちょっと一つだけ前へ行こう。ダイジェストいきましょう。中山3歳牝馬限定、フェアリーステークス G3 芝 1600m のマイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、リズムリージ先頭、あと 200m、 ここで先頭変わってストレートガール、残り 100m、 もうちょっと伸びてくれればな。ジョアドビーブル、でも2着に入りました。2着にはどうやらアマノアリエッティ、3着にストレートガール、1番人気に応えましたジョアドビーブル、見事です。2着なら良いんじゃないでしょうか。少しお待ちください。さて、アマナリエッティは2着でしたね。馬体が寂しく感じた。ヒップインパクト、ビアハイジか、なんで獲得しなかったんだ。さあ、海外、フランケルが出ます。フランケルは、金札にリーチがかかっております。そして TCK 上杯ラキスタ、日経新春杯、京成杯、愛知杯にも出走があります。スマートハルコも海外に出て重賞、海外 G1 の制覇を目指します。じゃあ行きますか。まずハヤブサがどうするかだな。フリージア賞、希望の花、フリージア賞ですね。止まるんじゃねえぞというわけで、万世なんですねこの馬。あ、これ一回放牧してフリージア賞に挑むっていう流れか。じゃあこれでいいでしょう。アリエッティは重賞初制覇狙いたいですね。 クイーンステークス、クイーンカップか。あ、でもちょっと後に伸ばしてもいいかもね。うん、でもチューリップ賞とかアネモネになるからな。まあ出すしかないか。で、こんな感じで、あと2個使えるから、どっかの馬に使いたいですね。
地点時間トレーブか、フラゲちょっと絆はない、お前にやる絆はない、ハゲポヨもない、ないのか。じゃあトレーブにやる、あ、一切はないな。じゃあちょ司会って今どうなってる。あーなるほどね。ヘビロテちょっと投入できない、行きましょう。あ、今出来どうなんだろう。あ、調子はいいんだ。投資上げましょう。パワーが D か、厳しいな。一番人気ですね、フランケルは。これがあの金札かかるレースになります。134、勝てるでしょうと信じたい。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港シチュワーズカップ、芝 1600m のマイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはヒマラヤソネット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヒマラヤソネット花に立ちます。その後ろからはフランケル、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンタフェイインサイド、古豪ホリデーリズム、その後ろ先手を取ったのはヒマラヤソネット、少し離れてアドマイアリングクレア続いています。並んで6番ジェットローレル、ソシアルフェイム、すぐ後ろサムアンロス、そのうちに続いています。その外からリタラリーカンディア、その後ろにキャリコーカリム、緑の帽子リベイユバーンズ、その後ろインフォメーショングローリー、それに続きます。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか、うん、前はヒマラヤソネット、2番手はサンタフェイインサイド、3番手にフランケル、絶好の手応え。さあフランケル上がってきました。早くも先頭、フランケル先頭、まだ持ったばっかり。内で食い下がるソシアルフェイム、これは勝ったでしょう。後続は遥か後方、2番手はソシアルフェイム、後続は大きく離れました。ぶっちぎりやりました。ぶっちぎりです。2着はソシアルフェイム、世界の強豪を相手に金札達成です。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶっちぎりは大差ですよ。放牧をしないなんてもったいない。
TCK 女王杯天野ラキスタ1番人気、東北美人もいますね、エルタブラ、LA デルワイス、 LA ウィンと同じ馬主さんなのかな。ダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPN3 TCK 女王杯ダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。抜け出しそう。天野ラキスタ先頭、リードは2馬身から3馬身、あと 200m、 後続はまだ後ろ。天野ラキスタ先頭です。このまま押し切るか。2番手はクラキンコ、完璧です。はい、勝ちました。圧倒的な強さを見せました。2着はクラキンコ、3着にエルタブラ、勝ったのは天野ラキスタ。6歳ですからね、もう走ってくれないと。学習能力？さあ、購買ステークス、天野ヘビロテとなります。ヘビロテ1番人気。ダイジェストです。京都3歳牝馬限定オープン特別購買ステークス、芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、先頭に躍り出たヘビロテ、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。これは強いでしょう。先頭です。このまま押し切るか。ぶっちぎりました。エイシンキンチェム完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエイシンキンチェム、これは桁外れの強さだ。天野ヘビロテ、はい、京成杯天野女子会登場です。4番人気、クラブは凱旋バッカルーが3番人気、異次元ですね1番人気、マウントシャスタが2番人気か。ちょっと凱旋バッカルーも天野女子会もつらいな。ちょっと待って、女子、あ、なんか追い込みするといいみたいだが、前だとダメなんだな。じゃあ追い込みでいきましょう。ダイジェストです。中山3歳 G3 京成杯芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 マウントシャスタ、もう内から来ている。中だ。2番手は凱旋バッカルー、マウントシャスタ先頭だ。マウントシャスタ、掲示板には乗ったかっていう程度ですね。凱旋バッカルー見事に勝ちました。マウントシャスタ異次元敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。マウントシャスタと明暗分かれましたね。人気馬では凱旋バッカルーが2着、さあ日経新春杯です。カタノフェイトとアマノトゥルース、1番人気2番人気を分け合っております。3番人気はクラブバナアパパネとなります。なるほどね。フェイトももうなんかすっかり全盛期過ぎてしまった感はありますね。さあこれトゥルースは先行策取ってみましょう。ダイジェストいきましょう。京都 G2 日経新春杯芝 2400m です。
さあいよいよ直線の攻防、猫パンチ先頭、外から勢いよくエルカイザ、内から外からエルカイザ突っ込んでくる。残り 200m を通過して中山ナイト追い上げてきた。中山ナイト抜けた。2番手は片野フェイト、中山ナイトゴールイン。2着は片野フェイト、3着にアパパネ、見事に勝ちました。中山ナイト、衰えなんかないよな、フェイト。なんでだろう。嘘だよな。ネットルーさん4着です。ちょっと厳しいか。さあそして愛知杯です。1番人気アマノフィッツ、片野マイガールが5番人気となります。片野マイガールはちょっと厳しいな。であとはチーフズプリマ、昇竜ムーンとなっております。それぞれ得意な戦法がありますので、このまま行ってみましょう。ダイジェストです。中京 G3 愛知杯芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天満バラクーナ先頭、しかしその差はわずか。さあ中割ってきた。残り 200m を追加して先頭は変わってアマノフィッツ、2番手はチーフズプリマ、アマノフィッツ。この馬で決まりか、アマノフィッツ強い強い。アマノフィッツ圧勝ゴールイン。2着はチーフズプリマ、3着に片野マイガール、1番人気に応えましたアマノフィッツ、見事です。マイガール後ろにいたよな。さあアメリカスマートハルコン出走、そして川崎記念もあります。アマノグーと片野インサイト2と、アマノイクメンがメイクデビューです。まだ12戦しかしないんだ、フランケル。お、淀川さんじゃないですか。96枚。はい、90枚分全部です。そしてアマオト京子、お、マルモ、ナデシコ、パースポが、他まだ動きがないですね。牛とみか。早めに抜け出しましたからね。そしてスマートファルコン、ちょっと注目度が低い。そう、イナバウアーですね。ね、そばにいるや東海ステークス、クラベセクレーターも不気味です。仲間ないとか、そしてあ、そうだ、ローテ決め、もっと3歳以降になります。 AKB はこれでいいのかな、まあ、いいんじゃないでしょうか。で、ヘビロッテはフィーズレビューに向けて一周放牧かな。
女子会も放牧で良さそうですね。オープン特別だったらどうなるか。まあ重賞取ってるからまだいいんだけどな。アリエッティは、うん、一周放牧。ドラッカーはデビューが近い。ゴルシも放牧しときましょう。で、希望マシン、マシンハヤブサじゃない、天のハヤブサ。今なんか、あ、放牧期間の変更を行えるのか。ここでもっと放牧期間を長くすることもできたんで、できるってことですね。イクメンデビュー戦、ケオンが今何勝だ、2勝か。ようやくっていう感じはあるよな。頑張ってほしい。ヤマガールがちょっと不安ですね。京都記念か、5勝なんで、まあ京都記念なんでこれでいいでしょう。天の蓮舫まだ実は取ってんのか。オルフェーブルは、ゴールドカップに出ます。あ、オルフェーブルもリーチです、かかってますね。香港ゴールドカップで決めたいところです。アジア、オセアニア圏で戦っとけば確か勝ちやすいですね。ヨーロッパとかアメリカより。ヨーロッパがやっぱり海外勝ちにくいんですよね。インサイトが、うん、ジャパンダートダービーを取ってる。スピードいいなんですよね。一応スピード重視で言ってるけど、スピード上げよう。じゃあいきましょう。あ、 E が E プラスに上がっただけか。それでも助かることは助かりますね。 iPhone もリーチがかかっている。スパイエちょっと調子が悪いな。東海ステークスは諦めるか。そばにいるねって何勝？ 4 勝か。今何歳？ 5 歳か。諦めましょう。で、カレンちゃんですね。カレンちゃんですは、ちなみに3月はなんか出せるレースあんのかな。この辺レース出れるんじゃないの。あ、出れますね。じゃあカレンちゃんですはレース出さなきゃいけないよね。行きましょう。ジョッキーは竹、当然竹豊か。で、グーも出ます。あ、こちら G1 取っていません。 G1 級を。さあ、ルーラーシップは11勝を挙げてます。現役最終年ということになりますね。ブルーレイが6勝か。まあ、最も6勝って言っても地方が多いからな。
2週か。馬のニコニコ大阪杯か。まあとりあえず2週ぐらい放牧しとけば大阪杯ではいい成績で上がってこれるだろう。でイナバウアーですね。そしてエネループ一周放牧です。でキャンキャンが、あ、これも一周放牧、測ったような一周放牧。でスマートハルコン、これはもう大丈夫で、ママのブログは上がってる途中、これは一周放牧させます。想定内はこの馬は覚醒ですからね。まあでも G1 取ってないから難しいですけど、低いしね。さあペガサスワールドカップ、スマートハルコンは2番人気です。1番人気ゲームオンデュードは強いぞ。厳しいですね。116-20以上の差をつけられております。とワイズダンなんかもいますからね、先行策取ってみるか。これで、かけてみます。ダイジェストいきましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、チャンス、いやでもゲームオンデュードが強い。ゲームオンデュード抜けた。2番手はスマートハルコン。ゲームオンデュードゴールイン。1頭強かった。勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。川崎記念ですね。2頭出し1番人気天の宮、3番人気片野インサイトとなっております。そして、4番人気に凱旋夢叶えクラブ馬ですね。2番人気フリオーソ、長年引っ張ってきて最近は馬娘になったフリオーソです。さてとインサイト差しで行ってみますか。レース行ってみましょう。川崎競馬場で行われる交流重賞川崎記念 JPN1ダート 2100m で行われます。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとライジングイメージ出遅れてしまいました。さあ果たして何が行くでしょうか。マグニフィカ前に行きそうです。メテオロロジスト競りかけていきました。メテオロロジスト先手を取りました。その外からフリーオーソ、その隣にガルーチャーヘッド、グリーンオート、そのうちに続いています。その外に凱旋夢叶え、内からはルッカリアスコッツ、
その外にナイキハイグレード、緑の帽子、ブルーランド、その後ろ、肩のインサイト、後ろから第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。その後ろからはダノンキャペレット、すぐ後ろにアミューズシーン、内からは天のグー、最後方にバイジングイメージ、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭に戻りましょう。13番マグニフィカ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがフリオーソ、メテオロロジスト、それに続いていますガルーチャーヘッド、一頭は後方にいますね。これはだいたい予想通り、ただ直線は短い、川崎の早く上がっていく必要はあります。5番が上がっていった、フリーオーソ、ほとんど差がありません。ブルーランド3番手、大外から青の帽子、肩のインサイト、たフリーオーソがな、さあ詰まるか、かせるか、天の具、肩のインサイト、足色は十分、前に迫れるか、フリーオーソ、ダメだ、フリーオーソが強い、肩のインサイト、フリーオーソ、捉えきれなかった。2着は微妙です。見事に中央の強豪を退けました、フリーオーソ、この馬は強い。あ、届かなかったか、わずかに。ということで、インサイトが2着、天の宮が4着というふうになりました。お、吉富騎手、いいえ、アンカツだったらアンカツの方がいいかな。引き続きさあ、天のイクメンがデビュー戦となります。こちらは 1.8 倍のやっぱり一番人気、父天のデゼニシー、母ホワイトウォーターヘア、となっております。ひとまずダイジェストいきましょう。中山3歳新馬戦、芝 2000m、 天のイクメンメイクデビューです。4コーナーをもうぶっちぎりですね。天のイクメン先頭、まだ持ったまんま、ようやく追い出した、引き離すのみ、勝ちました。2着はジャッジバージャ、3着にゼットフォール、これは桁外れの強さだ、天のイクメン。重賞初制覇を狙いたいですね。まあ万世だったと思うからもっと先ですね、コバになってからかな。お、 G1 レースを勝つような気がしますって言われてます。さあ、AJCC 天のイナバウアー登場ですが、一番人気イナバウアーグリグリ、クラブは当選上段が対抗し、一騎打ちムードかな。昼のダムールとかいますね。ダイジェストいきましょう。中山 G2 アメリカジョッキークラブカップ芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭だ、天のイナバウアー先頭、あと 200m、 後続はまだ後ろ、残り 100m、 届きそうにない。2番手はヒルノダブール、天のイナバウアー先頭だ、勝ちました。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はヒルノダブール、これが G1 馬だ、天のイナバウアー。あれ、間違えた、コメント聞くのを忘れた。すごい儲け、あ、いろいろ売ったからか。ヨーク売却、シュボ売却、繁殖品売却、ん、種付け料、なんで種付け料が入ってんだろう。オーストラリアで種付けが行われたのかな、なんだろう。あと
もしかしたら、いや違うな、シンジケートは関係ないはず。さあ1頭のみ、天の蓮舫のみです。状態はいいですね。さあ今度は年齢高い順から調べていきましょう。もうブログは金札取ってるからな、想定内はもう厳しいでしょうね。スマートハルコン14勝すでに挙げております。結構疲れがな溜まってるな。でもこの前投資するわけにはいかんよな。稲葉は12勝上げてますので、もう金札確定となります。1007の2600か、日経賞大阪杯でもいいかもね。あ、これだった。稲葉は シーマクラシックに出しとこう。もちろんジョッキー武豊かで、ナンバーはどうなんだわ。まあ最近はすごくいいよね。ただどうなんだろうな、落ちるかもしれないな。まあ、2頭出しも考えておきましょう。エネループはまだ時間を取れてない。7歳馬とか本当に高齢馬多いですね。キャンキャンはすでに今乗りに乗っております。フェイターフェブラに向けて放牧から帰ってきました。天のつぼみもブラックキャビアは来週ですね。不安だな。でラキスタが TCK 上杯を取りまして、フェブラリーステークスか。まあでも悪くないから出るよな。ただ排除されないかな。いや報告したんじゃないの。そう大量出走してんだよな。みんな負けられないっていうか、これもう5投目になるよ。1投 A ループとかしんどい。いや2着か。あとちょっとラキスタが苦しい。いやでもラキスタも距離適性はありますからね。ちょっとブルーレイが距離が長い、しかも芝もいける。こんなとこ出てる場合じゃないっていう感じですね。ちょっと取れるレースを探りに行きましょう。ここはオルフェーブルがいる。どっちも出れるんだ。じゃあこっち行きますか。マクトゥームチャレンジ。iPhone。
リーチかかっております。スパニア悪くないんだが、あ、インサイトまで登録してるやん。本当にとんでもないな、今年のフェブラリーは。あ、でもフェイトはいいや。フェイトはここが出る場所じゃない。フェイトって何勝？いや、一勝もしてないのか。これを出すにはもったいなさすぎる。上限は2600か。今、まあこっちでもいいかも。こっち行ってみましょう。エンプレス杯。あとインサイトな。いやー、距離が長すぎる。スーマか。じゃあさっき空いてたここにちょっと振り、遅か。こっちに出てもいいですけど、まあでも振り遅とやりましょう。あのレースは惜しかっただけだ。ケオがジュベルハッター、マガールは5勝か。京都記念出してる暇があるのかどうかっていうところですね。で今週天の蓮舫ですね。距離適正がすごい短い。あ、でもこれ客室、あ、次ちょっと調教方針変えましょう。客室重視。マイガール、ちょっと厳しいなこの馬は。でも京都牝馬ステークスはないと思う。敵は2月3週って何かあったっけ。賞金は2100万。芝のみ関門か。関門がいいよな。関門に行きましょう。それはアスナロ賞へ。さあ、ジェンティオーナーがほぼから持ってきましたかね。ほぼからヘビロテも持ってきた。トラッカーもデビューが近い。そしてアリエッティ、重賞初制覇を狙っております。クイーンカップへ。
さっきすごい、なんだっけ、これ無理やろ。今日まだ2勝だもんな。蓮舫に小教師は父は今日じゃないんだな。安城の教え、一応ジョッキー、赤がついてないか大丈夫ですね。ということで大丈夫ということでいきましょう。さあこの週は蓮舫のみです。一番人気グリグリです。ダイジェストいきましょう。京都 G3 シルクロードステークス芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。パドトロは先頭、残り 200m、 蓮舫伸びない。後続を大きく引き離しました。2着も危ういかも。デンマーク大パドトロは1着、パドトロは伸びなかったな。2着はデンマーク大、3着に次のエンデバー、見事に勝ちました。パドトロはアマノレンホは4着に敗れました。3頭ですね。うち1頭がブラックキャビアの海外遠征で、アマノドラッカーかのデビュー戦。キサギ賞は天野 AKB ですね。募集馬買った人たちそんなに変わらない。あ、バレンタイン有力馬の1頭か、ブラックキャビア。そうだ、蓮舫、蓮舫ちょっと疲労がやばいな。ほぼ根性 G やばいな。スピードは C プラスになったから調教方針変えよう。精神力メンタル重視。
直近の被りはなしということで、2周ということで、じゃあ行きましょう。ネクスト、なんとブラックキャビアライトニング、その名前の通り多分ブラックキャビア自身を祝したレースなんでしょうね。そちらにブラックキャビア自身が登場してしまいました。一番人気です。ゴードンロードパイロン、ロケットマンは強力ですからね。なので大激戦となっております。ちょっと厳しいかもな、まあ、ヘイリストも要注意ですからね。レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 ブラックキャビアライトニング、芝 1000m 直線競馬の電撃戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ロケットマン好スタート、ゴードンロードバイロン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく悪くないスタートですよ。続いて前へ行くのはゴードンロードバイロン、フルダイヤモンド、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。 JJ ザジェットプレーン先手を取りました。その外にロケットマン、ゴードンロードバイロン、それに続きます。すぐ後ろにリトルブリッジ、上がってきたが、そのうちに続いています。残りあと400m、さあ残り広がる、ここがちょっと立ち遅れている。リトルブリッジ残り 200m、 リトルブリッジ伸びてきた。2番手は線を伸ばしてはいるが届かない。リトルブリッジ、リトルブリッジ4着あたりかな。3着にゴードンロードバイロン、勝ったのはリトルブリッジ、見事な勝利です。竹豊良かったの。さあ天野ドラッカーデビュー、あ2番人気なんだ。1番人気オリーブグルースは父天野愛母となっております。他片尾津波父親の王子ファイルもいますね。天野デゼイシー父親のエリモウィーバーとか。天野ドラッカー逆に父がマインシャフトですが母が天野愛モードです。ジョッキーにちょっと不安があるのかな。ダイジェストいきましょう。京都三三新馬戦ダート 1800m、 天野ドラッカーメイクデビューです。あ、先頭踊り出ましたね。さあでも内から来ているぞ。後続を引き離す、あまり伸びないか。足色は衰えません。勝ちましたね。王子ファイル天野ドラッカー、この馬で決まりか。天野ドラッカー1着、天野ドラッカー完勝。2着は王子ファイル、3着にオリーブグルース、これは物が違う。天野ドラッカー、いいんじゃないでしょうか。そしてアルデバランステークス、クラバーは凱旋別位ですがちょっとこれはしんどいな。うん、ダメでしたね。さあ東京新聞杯はクラブは凱旋赤壁がレッドクリフ一番人気です。そしてトレイルブレイザーが2番人気となっております。
ダイジェストいきましょう。東京 G3 東京新聞杯芝 1600m マイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダイワハルコン先頭、内からトレイルブレイザー。ダイワハルコン先頭、内からぐんぐんとトレイルブレイザー先頭。残り 200m を通過して、先頭は変わって凱旋赤壁、2番手はトレイルブレイザー凱旋赤壁ホールイン。2着にはどうやらトレイルブレイザー凱旋赤壁、見事1番人気に応えました。レッドクリフ勝ちました。60キロだったんだ。そしてキスアナギ賞に天野 AKB 一番人気、ディーププリナンテが2番人気となっております。天野 AKB は20丸ですね。シーツバーバカにしちゃいけませんね。他ディサイファーがいますが、ダイジェストいきましょう。京都 G3 キサラギ賞 NHK 賞芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、先頭に躍り出た。先頭差を広げにかかります。ディープブリランテ2番手、ディープブリランテお家に粘っているが、後続を大きく引き離しました。2番手はワールドエース天野 AKB、 この馬で決まりか。天野 AKB 今ゴールイン、段違いの強さです。2着はワールドエース、3着にオリーブセカンド、天野 AKB 見事1番人気に応えました。そしてオルフェーブルか、香港は2とオルフェーブルとアマノアイフォン、クイーンカップアスナロ賞京都記念とあります。これでブラックキャビアが発祥だっけ。あ、もう発祥はしてるのか。10勝目ですね。自分の名前、あ、負けたんだ。伸びきれなかったですね。ブトリアマイルは長いな、距離が。まあ、ひとまず AKB はこれ勝つことができた。フェイズレビューはちょっとな、もうこれ直行でもいいぐらいだ。直行で桜花賞行きます。やつ3周だからな、疲れはたまるだろう。まあこれしかないかな。ブラックキャビア TJ スミスステークスへ向かいます。もちろん最上位、これも金札かかってんのかな。オルフェーブルも、まあ、まだ4歳ですからね。トゥザグローリア、パパネ、
60キロだったんだよな、外出席駅。スピードアップ。じゃあ行きましょう。ネクスト。さあ、オルフェーブル香港ゴールドカップ一周走一番人気、ソシャルフェーブルウエストカーマインはちょっと弱いんじゃないかな。金札がかかります。オルフェーブル怖いな。唯一追い込みですが届くでしょうか。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ、芝 2000m、 これぞまさに中距離戦というレースです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。キャロル・ドリーワード前に行きそうです。ウエストカーマイン、それに続いています。さらにはコンフォートリュート、古豪ノースランディング、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはソシアルフェイム、内からはサンタイムパワー、その外にナレートルーター、並んで7番スライトリーノーブル、コモンズカスケード、そのうちに続いています。プラウドインタレスト、それに続いていますオルフェーブル、この位置です。その外からビクトリーチフララ、赤の帽子フーリッシュウェービング、その後ろ最後方にカウントンエディンバラ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から11番ソシアルフェイム、依然として先頭、 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として11番ソシアルフェイム、ソシアルフェイム後続を引き離す。2番手はコンフォートリュート、間を挟んでコモンズカスケード、3番手ソシアルフェイム、さあ直線だ。オルフェーブル先頭、オルフェーブルが先頭へ食い下がる。コンフォートリュート、オルフェーブル、もうオルフェーブルしか見たくない。後続を大きく引き離しました。残り 100m、 ぶっちぎりです。もう見えない、影すら見えない。この馬で決まりか。オルフェーブル圧勝です。ぶっちぎりです。2着はボースランディング、3着にプラウドインタレスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。圧勝でしたね。大差。そして、クイーンズシルバージェシー、アマノアイフォン登場一番人気。130と一応トップですね。
レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 クイーンズシルバージュビリーカップ芝 1400m のレースです。おそらく牝馬限定だと思われます。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、エアロベロシティ前に行きそうです。アムールシュール、それに続いています。さらにはカラリンムーブ、9番グリーンクーリア、その後ろエアロベロシティ先手を取りました。好位置をキープしています。アマノアイフォン、その外にサイドアリディバ、オレンジの帽子アンバサダーレコード、その後ろフラッシュオブポリメロ、そのうちに続いています。並んで古豪ワンダフルコラム、その外からリズミックコーラル、その隣にカナディアンドロール、ダンフォームス、それに続いています。サバナカーディナル、その前に進出しんがりからグロリアスデイズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。日本と世界意地のぶつかり合いだ。エアロベロシティ先頭、さあ先頭へ伺う。ここが踏ん張りどころ、アマナイフォン、先頭変わりました。先頭はアマノアイフォン、残り200メートル、外からは中来ている、かなりいいスピードだ。粘れるか、粘りました。1着でゴール、2着はグロリアスデイズ、3着にエアロベロシティ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アイフォンが何勝だっけな。おボバ混合、さあクイーンカップアマノアリエッティですが、なんと8番人気、フェアリーででも2番人気だったのになんで落ちるんだ。まあ、ストレートカール、ジュアドビーブル、これに囲われたらさすがにつらいだろう。ダイジェストいきましょう。東京3歳牝馬限定 G3 デイリー杯クイーンカップ芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リズムリージ先頭、外からストレートガール、リズムリージ先頭、外から勢いよくストレートガール先頭、あと 200m、 お外来ている、意地を見せる、外から一気に突き抜けるか、アマノアリエッティ、かわした、アマノアリエッティ、かわす、アマノアリエッティ、勝ちました。1着、2着は微妙です。勝ったのはアマノアリエッティ。なんか変な声聞こえた。アマノアリエッティ勝ちましたね。オキザレベルアップ、アスナン賞です。2頭出しですね。アマノイクメン1番人気、アマノウィザーが2番人気、まあ、一勝クラスですね。2歳3歳の大ジェストいきましょう。国内3歳1勝クラス、アスナノ賞芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、アマノイクメン先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか、アマノイクメン粘る、アマノイクメン先頭、アマノイクメン先頭、一騎打ちです。2頭世界ですね。アマノイクメン1着、2着はアマノウミザル、3着にペットスポール、アマノイクメン見事1番人気に応えました。消耗は激しいのか。共同通信杯クラバー2と凱旋アクスが2番人気となっております。
もうマウントシャスタがいるんですね。立ちふさがるっていう感じでしょう。ダイジェストいきましょう。東京 G3 3歳 G3 共同通信杯芝 1800m、来年長い東京直線でダービーも占う一戦となりそうです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。外線アクス先頭、後続も横いっぱいに広がっている。外線クオリティ追いすがる。外からマウントシャスタ、残り 200m を通過して、先頭は依然としてまだ力強く伸びている。外線アクス先頭、さあどうだ、なんとか粘った。1着2着はマウントシャスタ、3着にグラレント、見事に勝ちました。外線アクス、マウントシャスタラを破りましたね。そして京都記念となります。1番人気はクラブはトゥーザグローリー、2番人気に天のアラフォーついてます。続いて、片の山があるとか、ガシセンチェロアパパネもクラブ馬でいます。トゥーザグローリーがオキグリか、まあ、ちょっと G1 でも構想してるなら格上だもんね。パパネって悪くはないけどな。ダイジェストいきましょう。京都 G2 京都記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のアラフォー先頭、外からトゥーザグローリー、天のアラフォー先頭、残り 200m、 先頭は変わってトゥーザグローリー、2番手は中山ナイト、トゥーザグローリー先頭だ。トゥーザグローリー1着、2着は中山ナイト、3着に凱旋ジェロ、トゥーザグローリー見事な勝利です。2頭とも掲示板に乗れませんでしたね。お、さあいよいよフェブラリーステークスがやってまいりました。カレンチャがフューチュリティステークスに出ます。スマートファルコンらがフェブラリーステークスへ。さあ展望です。スマートファルコンか、もう全部所持場じゃ一強ですね。スマートハルコン、おピアスノーさんいいんじゃないでしょうか。あ、持病治療手に入れた。当然これ全ジャスタウェイもクラブウーバーながら強い馬です。そしてカレンジャーは一角か、黒三角ちょっと弱いな。そしてフェブラリーはスマートハルコン、アマノエレループ、ナウラタイタンか。これはダイヤモンドステークス、長距離戦ですね。トゥザグローリア勝ったというレースです。
か、ダートの能力者って何だよ。不安かもな。休めない。14勝か。みんなは和は一勝します。一勝中報告します。エレープはどこまで通用するのか。キャンキャンもキャンキャン出ない。サンタニータの方に回る。4勝馬か。ブラックキャビア放牧ですね。CK 女王杯の勝ち馬だっけよな。状態次第はいいんじゃないかな。ブルーレイはまあでもダッシュを上げたいよね。アラフォーお前は無理だろうな。いやでもスワン取ってるんだな。なんか軽いマイル戦があったらそっち出してあげましょう。どうなんだ香港スプリントって。あ、 G1 だ。ヘリストは強い。ドルフィーマイルお金稼げるからな。行ってこいだろうな。ちょっと来てほしい。一応竹豊乗せるからさ。配布はもう高松宮記念の方へ行く。勝負か。今週寝ま出ます。そしてカレンちゃんなんとか勝ってほしいが、じゃあもうやるしかないだろう。あ、ないんだ。ちなみに能力はまあ調子いいからな。
ルフェーブル、これで寄付ですね、オルフェーブル。そしてフランケルも圧勝。大阪杯か、なんかそうじゃないっていう感じはする。前の出るとかそこじゃないだろう。ドバイターフだ。竹豊か、予約しときましょう。あ、間違えた。4日か。じゃあ報告できないや。いや無茶でしょ。ちょっと金庫賞これで出るのは無茶だと思うんで、金庫賞は回避。なんか文句言われちゃう、怒られちゃうけど理由がわからん。2000でちょっと疲れが溜まってるからな。4月1日以降これかな。いやこれ、いや芝の上なんでこれか。さあ一周放牧しましょう。局面は あんまり回復してないな JT。 さあもう直接桜花賞ならこの策はいいと思います。2頭チューリップ賞回らない。ヘビロテもいますが、フィリーズエビュー、いやいらんだろうまだ。いるか。これはまあフェビオテ出すとして、問題はこっちなんだよな。いやいらんでしょ。ちょっとローテが詰まりすぎてる。アリエッティ疲れてなきゃいいけどな。まあ疲れてはいるな。ローラステークス、でフィリーズレビューか、まあ、これは大丈夫。女子会は全然大丈夫、距離が。
スマートファルコンか。まあどうなるか見ていきましょう。あ、投資忘れた。さあ、フューチュニティステークス、オーストラリアのレースですね。こちらにカレンちゃん出走です。カレンちゃん一番人気ですが120、一応抜けてはいるのか。モアジョイナス、モシーン、ヘブンリープリミアと、ちょっとやっぱり知らない名前の馬が多いですね。落ちるかもしれませんが、油断は禁物です。レース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 フューチュリティステークス、芝 1400m の直線競馬、短距離戦となります。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、ジャッジフロード前に行きそうです。カレンちゃん、それに続いています。さらにはモシーン、 G1 馬モアジョイアス、その後ろカレンちゃん先手を取りました。サンセットグロット、それに続いています。ピンクの帽子ストロークグリロ、その後ろすぐ隣にヘブンリープリメラ、オーカサスガラーシャ、この馬もこのグループフリートエンスコンス、そのうちに続いています。その外からアンブレラガスパン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はさあ、ここからの伸びはどうだ。カレンちゃん2頭の追い比べ、カレンちゃん前に並びかける、外から、外か、あ、なんかモアジョイナスが残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はモアジョイアス、内からモシーン、あと 200m、 モアジョイアス、さらに足を伸ばす、モアジョイアス先頭、モアジョイアス先頭、モアジョイアス1着、2着は微妙です。勝ったのはモアジョイアス、見事な勝利です。カレンちゃん4着にでした。さあ、天野はやぶさがフリージア賞に出走です。1番人気、しかもグリグリです。ここはサクッといきましょう。ダイジェスト、東京3歳1勝クラスフリージア賞、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここに内から伸びている、内から天野はやぶさ、ここで先頭変わりました。先頭は天野はやぶさ、後続を引き離しにかかる。残り 200m を通過して天野はやぶさ意地を見せる。2番手はフィルキャメル、天野はやぶさ先頭、天野はやぶさ先頭、勝ちましたね、天野はやぶさゴールイン。2着はフィルキャメル、3着にカリスマフロート、天野はやぶさ見事1番人気に応えました。さあ、ダイヤモンドステークスは飛ばします。
関門橋ステークス片野マイガール2番人気父ソンゴウインドか。ダイジェストいきましょう。小倉オープン特別関門橋ステークス芝 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。名将ナルト先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、一気にグルベイグ、名将ナルト粘る、名将ナルト、わずかに名将ナルト、体勢有利。さあフェブラリーステークスですね。次がスマートファルコンらが出走いたします。スマートハルコンが1番人気、天のエレルプ2番人気、天のラキッサ3番人気、天のそばにいるねが4番人気と、4番人気までを締めました。これは強い。さあ先方ですが、みんなどの馬もバランスいいですね。このまま行ってみましょう。レースです。さあ、2012年初の中央 G1 競争はフェブラリーステークス、東京ダート 1600m で行われます。果たして、4と出しましたが、勝つのはどの馬になるんでしょうか。寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のマルカフリート、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スマートハルコン好スタート、綺麗なスタートしました。やはり逃げるのはスマートハルコン、これに続いて天野ラキスタ、先頭はスマートハルコン、短期の逃げに持ち込みたいところ、オーロマイスター、それに続きます。緑の帽子天野エネループ、その後ろすぐ隣にセレスハント、すぐ後ろに凱旋ジュピター、その後ろにセイクリムズン、その隣にマコトスパルビエロ、並んで G14 勝天野そばにいる、その後ろからはクリールパッション、並んで古豪マルカフリート、サイレントメロディー、この馬もこのグループ、レーザーバレット、すぐ後ろ並んで7番テスタマッタ、すぐ後ろにツーに各馬大欅を通過、前はスマートハルコン、2番手はセレスハント、天野ラキスタ3番手、さあスマートハルコン、このまま逃げ切れるでしょうか。スマートハルコン先頭、さあ押してきた。リードは3馬身以上、この差が広がります。天野ラキスタ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手は天野ラキスタ、後続は大きく離れました。スマートハルコン強かった。段違いの強さです。2着は天野そばにいるね、3着に天野ラキスタ、これが世界の実力だ。スマートファルコン、はい、ウィニングランです。3着までを締めましたね。ドバイ行ってもいいですね、スマートハルコン。
ていうほどでもない。ここら大商店方のツイッター1番人気クラブは凱旋ダイヤパルも2番人気となります。ツイッターが1番人気、で凱旋ダイヤパルを2番人気置いてフェデラリストが3番人気か。レース行きましょう。小倉競馬場本日のメインレースの発走です。小倉大商店ですね。スタート、まずは先行争い、何が行くでしょうか。エアボラント前に行きそうです。西の新金、それに続いています。さらにはゲシュタルト、連勝中の凱旋ダイヤパル、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。エアボラント先手を取りました。これに続いてヤマニンキングリー、内からはディルダバル、白の帽子成田クリスタル、その後ろ、その横にフェデラリスト、シンボリジェシー、すぐ後ろエクスペディション、それに続いています。その外にサンディエゴシティ、並んで漆黒の馬体、ベルズトゥース、ストロングリターン、それに続きます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。1番人気のタタノツイッター後方につけています、うん、さあ先頭は依然として6番エアボラント。ここで先頭が入れ替わりました。西のシンキング、エアボラント2番手に控えました。ヤマニンキングリー3番手タタノツイッター、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。短い直線に入って、後続は届くかどうか。西のシンキング先頭、外からタタノツイッター、先頭ですね。タタノツイッター手応えはどうか。とてつもない強さ、タタノツイッター。1着タタノツイッター完勝、2着はフェデラリスト、タタノツイッター、見事1番人気に応えました。凱旋ダイヤパルも3着ですね。さあ、川崎競馬場エンプレス杯が行われます。ちょっと注目は凱旋アクスか。確かに強い。アマノラブマシンなんだ母親。ナムラビクター、距離がまた足りないとかありそうやな。ダートダートダート、いやダート馬なんじゃないのこれ。実は芝が強かったですってことはまあないだろうな。なんだこのポーズ、関谷。意味上げレアポーズですね。さあまず天野ブログ。さあスマートハルコンはどうしようかな。
必殺も出んのか。ブルーレアよ、6勝か。芝だと両方いけますからね。フラッシュ。ブルーレイがあと2勝。なかなかそれが遠い。ブルーレイなんかあげましょう。あ、ないんだ。レースは前ではなし。あ、ダメだ。これ放牧させちゃダメなんだ。3月1週か。落ちてるな。ちょっと無理なんじゃないっていうか、なんでダートレースに出してんだ。ダビー今日チャレンジトロフィー行きましょう。どこまで見たっけ。そばにいるやビクトリアマイル、どこで休ませるかですね。タンクレットへ。フランケルがドバイタウン。うん。ツイッターどう思う？悪くはなかったけどな、力強い伸びやし。いいんだけど、もう一個やっぱり G2 ここで様子を見て、ほ力を見せてほしい。悩みますね。2勝馬なんだよな。
え？ちょっとこれ眠いな、蓮舫疲れが。ファルコンステークスか、ん？ファルコンって短距離戦、いやそんなわけないだろう。それに参加のチャンスもあるのに、いやこんなの皐月賞出さないわけにはいかないだろう。これ直行もいいかもしれないですね。何しようか。イクメンが毎日杯、エケビはもう直行ですね。でヘビロテが笑ってそう。お。はい、ということで、ここまでとなります。ここまで見ていただいてありがとうございました。この配信はツイッチでお送りしました。ツイッチアカウントフォローをお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、YouTube アーカイブ、 YouTube ではアップロードいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブ&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。